走れ。何をすんのや。今のは何。何や。ありがとうございます。いや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 。ありがとうございます。ロケといえばのそれをやりたかったと。よき。上がったらなんか喋るんですよ。上がってきただけじゃダメなの。ここはどこに来たんですか。はい。次の場所は大阪大学美濃キャンパスに行きました。大阪大学美濃キャンパス。おお。元なぜここに。プロのパティシエが作る本格的なケーキ屋さんがあるんです。ほうほうほう。大体のケーキ屋さんがプロなんですけど、中でもよりプロのパティシエなんで、少し覗いていきませんか。行きたい行きたい。行きたいです。行きましょう。はい。じゃあこの上。はい。すごいね、キャンパスの中にケーキ屋さんが。ほう。ここは？はい。はい。こちらが、大阪大学美濃キャンパス内の中にあるハートフルというケーキ屋さんです。へぇ、はい、めっちゃ可愛いケーキいっぱいあるよ。そうなんです、めちゃめちゃ可愛いですよね。ねぇ、種類も多いし、しかも安っ。そうなんです。マリアドーナツ100円や。僕のためのドーナツ。これはすげぇな。すごい。毎日勉強頑張ってる学生のさんのためにご準備してるので。あーあー、確かにね、勉強甘いの食べたらいりますもんね。そうですね。いいですね。うんうん、なんか食べていいんですか。じゃあせっかくやから一番人気なもの欲しいね。せっかくやったら一番人気なケーキはですね、はい、こちらです。どんどれどれどれ、さっきどれだった。なんかさっきどれどんって言ったケーキがポンって出てるの。珍しい珍しいパターン出てると思う。あー今編集長嘘やすごいな。すごい。店員さんに聞こうもん。はい、すいません。すいません。はい、あ、ちょっとこちらの。すいません、ありがとうございます。はい。こちらが2種類のチーズを使っている濃厚なチーズケーキなんですけれども、酸味がすごい滑らかで、表面のアプリコットジャムの酸味がすごく美味しい人気のチーズケーキになっております。もう美味しいやん。今の話を聞いただけで、それ食べたいな。いいですか、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。あら美味しそうな。うわすごいすごい。ドーナツと、うわ全部種類が違う。じゃんけん、せーので指さして、かぶってやつはじゃんけんする。そうしましょう、そうしましょう。オッケー。正々堂々と、ここは。はい。ちょっと待って。やばい。ちょっと待って。絶対かぶる。絶対かぶるよな。決まりましたか？はい。はい。じゃあ、いきます。せーの。うわ。どうだろう。え、ふぐちゃんは？チョコ。あ、チョコ。で、ザッキーは？これ。チーズケーキ。で、よしが？チーズケーキ。やんな、これやんな。じゃあ、福ちゃんはもう、一人勝ちで。ありがとうございます。どうぞいただいてください。はい、じゃあ、このチーズケーキを3人で、はい、じゃあどう決める、どう決めますか。殴り合いですか。さっき嘘だろ。大きいや。得意ですもん。やばい。得意。めっちゃ強い。めっちゃここでできる。じゃあ、先生どうぞ、1回。せーの、最初のギャグパン。うわいや、いいんかな。女子にさせてもらったけど、いいんかな。確かに、いや女子に勝って男がうわーって言う。絶対女子が食べてるスイーツの一番人気のがええよな。そうやね。いや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 、いやそこはでも女子と思っていただかなくて大丈夫なので、そこはもうじゃあ正々堂々と、はい、じゃあ、いくで、はい、最初はギャグパン。やったそうか、はい、はい、そうか、やった、ありがとうございます。いや、ちょっと次やった。同時に指さす。せーの。うわぁ。はい、じゃんけん。最初はグッ。はい、これでしょ。はい、これでしょ。うわぁ。クソが。クソがやね、お前。いや、ドーナツも美味しいよ。いや、もちろん美味しい。やった、ありがとうございます。イエーイ。じゃあ、いただきます。ありがとうございます。嬉しい。これだっておいくらでした、一つ。ちょっと今100円になってる。めっちゃ安いよ、めっちゃ安いよ。すごい、ホワイトチョコのすごい甘みと、この緑のカリカリなんか。これがピスタチオみたいな。ピスタチオも入ってんねよ。すごい美味しいです。よかったです。すごい、口悪いけどバチクソうまいね。口悪いな。口が悪いよ。めちゃめちゃ口悪いよ。うん。
といただくで俺もこれ上の何でしたっけ、アプリコットのジャムですね。アプリコットのジャムこのテカリ具合とかたまらんね、はい、ちょっと見てもらいましょう。いいなぁ、テカリ具合見てください。チーズケーキより奥のセット、おい奥のセット邪魔で入ってけえへんの、チーズケーキ。いや、すごいでしょ、じゃないねん。こんなに手かられてじゃなくて、うわーうわーうわー、このフォークがスーッと入っていきます。いただきます。あ、すごっ、おいしい。めちゃくちゃ滑らか、もう口の中入れた瞬間やった。めっちゃ美味しいやん、濃厚、ほんまにチーズがすごい濃厚で甘みがしっかり出てるけど、最後チーズだけの香りがふわっと香って残ってくれる感じ、めちゃくちゃうまい。一番人気やもん、ね、うまいや、いや美味しい。さっきが悔しそうに見てますよ。そう言ってて。シェトは言うと。シェトがくっそう言うてるやん。これも美味しいはずですよ、さっきの。なんとかかんとかっていう。いやいやいや。全員そうやん。なんとかかんとかや、みんな。ドイツの。下にラムレーズンがあって。何層にも置かれてるもんね。おめっちゃ美味しい。ガチ食いや。ガチ食いや。ガチ食いや。ガチ食いのどうやん。なんかめっちゃ美味しい。なんかロケに憧れててグルメリポーターみたいなのしたいみたいな。食べたらもう普通の女子。ラムレーズンもめっちゃ美味しいです。すごい。美味しい。めっちゃ美味しいです。ドイツのチーズはまた濃厚なんですか？そうですね、あの生地の構成がこの特徴になってまして、全部でこの層になってるのが、うんうん、ドイツのその作り方みたいで、はい、一番下のクリームチーズの生地と上のバターの生地、うんうん、とそのクッキー生地の層ですね。また層には食感もまた、うん、いいな。めちゃめちゃ美味しいです。さすがプロのパティシエ。いやいや、いや。ありがとうございます。僕たのチョコ。はい、いただきます。子供から大人まで愛されるチョコになりますね。うん、そうやね。これと悩んで。これと悩んでんな。いただきます。うわ、美味しそう。うん、美味しい。いいよね、この女子のさ、もこもこちゃん、おいしいって言うと、ちょあの、走る上の方がビルバカにしてます。いやいや、そんなことない。女子のこのおいしいはいいの。おいしい、おいしい。いや、さっきやってみ、一回、さっきやってみ。でも女子力。女子力。さっきおいしい出るかな。もう本当、目見開いても可愛い感じで、おいしいって言う。うん。美味しい。ちょっと狙いすぎてる感じ。いいね、美味しいね、でもね。大学生さんからなんかリクエストってあったりするんですか？そうです、いろいろご注文いただいたりはするんですけど、プロランターとかそのクッキーとか、あと新製品出てないようなこういうの作ってとかは、あ、じゃあ本当にもうその場でオリジナルにまたあの種類も変わっていくんですね。そうですね、結構もう日替わりになりますね。またいいよね、大学生の意見をそのまま取り入れて出してくれるって、うちのケーキ屋さんではないもんね、そういうのね。こちらのハートフルさんは箕面市で12年3店舗構えているケーキ屋さんなんです。の箕面市で12年、めちゃくちゃ長いよ。え、3店舗って言ったら、ここの大阪大学美濃キャンパス店さんと、他はどこにあるんですか？あと、サイトの方にも本店がありまして、はい、西宿本店になりました。にあるんですね。北大阪急行線の千里中央駅から徒歩20分ぐらい、うん、ここからだったらプールまですぐのところに本店があるんです。本店やったらデコレーションケーキがオーダーメイドできます。うわー、デコレーションめちゃめちゃいいよ。いいよ。オーダーでやってくるんですか？はい、へー、嬉しい。
似顔絵とかイラストとか、うん、あと立体ケーキまで希望に沿って作っていただけるので、うん、スマイルさんにとってもおすすめです。今だって人気やもんね、うん、似顔絵でそのままケーキ出すみたいなね、はい、あーあーええな、大阪の似顔絵で、まあ、いいやん、かっこいいやん、もうほぼクリス松村やん、かっこええやん、クリス松村ケーキ出来上がる、クリスちゃんはもうクリス松村やん、僕ちゃうやん、クリス松村の似顔絵ケーキ、いやでもそういう楽しみ方もあるんですね、いやハートフルさん覚えとこう、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、午前中のご予約はできないそうなので、ご予約されたら午後以降にされる。ほうほうほう、わかりました。はい。いやマジでケーキ美味しかった、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ハートフルさんのケーキほんまにみんな食べてほしいね、最高でございました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、さあ次は、はい、現在箕面市で新たなプロジェクトが行われているんですが、うん、スマイルさんあちらをご覧ください、ほうほうほう、めちゃくちゃ工事してる、なにこれ、もしかしてこれあれ駅、そうなんです、駅ですかこれ、そうですそうです、おお今工事中でこんな感じになってんねや、そうなんです、はいはい、箕面市では令和5年度末に北大阪急行延伸線が開業されます、おおすごいな、じゃあこれもどんどん伸びて駅が増えるってことですよね、そうなんです、豊中市にある北大阪急行線の千里中央駅から北側に位置する箕面市内に2つの新しい駅が誕生します、それがだから令和5年度末に2駅も増えるって、そうなんです、すごいな、箕面どんどん観光地になっていくやん、なあ令和4年の5月末には箕面千葉阪大前駅から千里中央間のシールドトンネルが貫通し、箕面茅名駅までの高架橋と合わせて土木構造物が全区間にわたりつながりました、はまだ現在は主にレールや行きの建築工事などを進めておりまして、うんうん、これらの工事も順調に進んでいることから開業時期が令和5年度末となっております、はあ、すごいなそれは、うん、そんな現在開業に向けて工事を行っている軌道の部分や駅の中を特別に本日見学させていただきます、え、マジで、そんな駅の中行きましょう、え、見せてくれるんですか、うわ、めっちゃ嬉しい、めちゃくちゃ貴重やん、そうなんです、だってまだ完成してない駅が見れるってことでしょ、そうなんです、うわ、行きたい行きたい行きたい、嬉しいです、じゃあ行きますか、どう行きます、はい、じゃあいつものあれで、うん、いつものあれでいつものあれどれどれ、こうか、こうです、こうじゃないんですか、あ、これ、あーこ、もしかしてこれそれですね、いや、かつみさゆりさんがやってる、それですね、これはかつみさゆりさんがロケでやってたのを真似したしどりさんのやつを今真似したい、これでいきたい、わ、はい、分かりました分かりました、距離があるので、まあ、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあ行こう、せーの、なんでこれやりたいのなあ、なんでこのプラモ、ありがとうございますしんどいわもう、なんでこれなん、はい、来ましたよ、はい、いつの間にかヘルメットもかぶって、これどういうこと、どういうこと、どういうこと、今からちょっと下の方に行くんですけれども、はい、ただちょっと残念ながら、うん、撮影移動途中は撮影などができない場所もあるので、はいはい、その部分はスマイルさんが見たのをそのまま感想としてお伝えください、うん、あ、分かりました分かりました、じゃあしっかりとちょっと見させていただきましょう、はい、ありがとうございます、じゃあこの下ですか、こちらです、はい、行きましょうか、行きましょう、はい、いや、ここもやったここもやってるやん、やめよう、嘘やすごいね、ほんまに、何ここ、ちょっとほんまに感動してるわで、この奥がトンネルってことですよね、すごい、これね、マジでちょっと皆さんにお見せできないのがちょっと残念で仕方ないんですけど、うん、ほんまに駅員室だったり、うん、改札ができる予定の場所を見ることができて、いつもね、僕たちが日常で使わせていただいているものを当たり前に使っているものが、はい、こうやって作り上げられていくんだって過程が見れてめちゃくちゃ嬉しいね、そうよね、6年前から工事入ってるんで、これだけの工程があって完成間近になってきてるということですね、いや、ほんまに貴重な体験、嬉しい、ありがとうございます、スマイルさん、はい、素敵な感想ありがとうございます、あ、どんでもないです、ありがとうございます、箕面
市役所のチーズ同園審を担当してます野沢と申します。はい、ようこそお越しです。とんでもないです。ありがとうございます。はい、ここはですね、箕面の千葉阪大前駅という駅名で、はい、ちょうど国道423号線、はい、新御堂筋の真下にあたるところです。うんうん、で平成28年から工事がスタートしまして、はい、ようやく2023年の末に新駅が開業するというふうなことになっております。いよいよですね。はい、そうなんですよ。どうぞ後ろのトンネル大きいでしょう。そう、これ気になるんですよ。これも かっこいいトンネルですね。またそうですね、こちらのトンネルが、はい、千里中央の方面に向かっているトンネルです。はあ、はい、ここがそうつながっていくんや。ほんま圧巻ですよこれ。すごい。ここからですね、箕面千葉阪大前駅から、はい、大きな機械で先に回転するドリルがついた大きな機械で、はい、千里中央に向かって、はい、掘り進んでいったということなんです。はい、でようやく今開通しできまして、はい、線路とかレールとかようやく準備しているところでございます。うん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 、でこれがですね、はい、できましたらどんなにメリットがあるのかといいましたら、箕面、はい、市民の方が箕面千葉阪大前駅で電車に乗ると、で電車に乗ることによって地下鉄の大阪メトロの御堂筋線と相互乗り入れしてるんですね、はい、北大阪急行に、はいはい、だからどっかで乗り換えることなく梅田まで行ける、梅田まで約20分強で行けるということになります。はい、これまではね、すごい、これまでは箕面市民の方は、はい、お隣の千里中央の駅まで、はい、バスで行ってから電車に乗る、うん、歩いて行って電車に乗るんだって言ってたんですけども、はい、これからは開業した後はこの目の前の箕面千葉阪大前駅から乗ることによって大阪市内いろんなところに行けることができますので、非常に通勤通学が便利になります。わーっていうことですね。だいぶ変わりますね、じゃあこれからの時代。またそうですね、もうすでにこの箕面千葉阪大前駅の駅の周辺につきましても、はい、先ほど見ていただいたのかもしれませんけれども、はい、大阪大学の箕面キャンパスが、うん、昨年も移転してきまして進行しております、はい、であと民間のマンション建設なんかもどん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 進んでおりまして、はい、また将来的にはですね、箕面の市民病院もこちらの移転するという流れになって、はい、先行して駅周辺の街づくりが住んでおるところでございます。ただでさえ箕面は観光地だったけど、どんどんさらに栄えていって、どんどん人が集まれるような場所になりやすくなってきてるんですね。そうですね、ますます格段に交通利便性が高まりますね。いや、これは嬉しいわ。高くなる、はい、上から言うのどの立場やろ。素晴らしいです。いや、素晴らしい、ほんまに。ありでもめっちゃありがたい、うん、こんな簡単に箕面来れんねやったらめっちゃ嬉しいです。そうですね、はい、はい、もう新大阪まで行って東京までもすぐですからね、ここでしたね。あ、そうかそうか、はいはい、西川家大喜びです。いや、ほんまやね。ロイヤルファミリー最高や。すごい、はあ、楽しみ。北側の方も行ってみられますか。はい、あ、北側もあるんですか。はい、はい、あらららら、こっちはまたすごい、はい、え、こちらがですね、箕面、はいはい、千葉阪大前駅の北側の端っこです。はい、でここからですね、トンネルを抜けて箕面、はい、の中心部に向かって高架橋になっていきます。はいはいはい、だからここまでがトンネル区間なんですけれども、うん、ここからは外に地上に上がっていきますので、春になりましたら箕面の山が本当に今の時期でしたらピンクの山になると、山桜です。じゃあこっから地上に上がっていって景色を楽しめるような。そうです、そうです。うわー、でさっきとこってまた丸じゃなくて四角いトンネルなんです。そうですね、向こうは機械で掘ってましたけれども、はい、こちらはまだ別の方法でやってますので、そういった関係でこうなってます。あ、そうなんや。楽しみやな。じゃあこっからバーって電車乗って景色が一望できるようになっていくんですね。そうですね、スマイルさん、はい、今回だけ特別にこちらお下に降りることができるんですけど、誰なの。ザッキーそんな力持ってんの。ザッキーがその力を持ってた。ザッキーすごいね。降りてみますか。いや、降りれねえとめちゃくちゃ降りたいよ。そら いいんですか。すごいな、ザッキーの力。いいですか、じゃあ降りさせていただいて。いいです、ありがとうございます。行きましょう。わ、こんな体験できないよ。
すごい。うわあ、すごい。すごい、すごい。ほら、もう線路。線路がこの距離。そうでいいですか。やった、やった、やった。冷たい。わあ、すごい。すごい、すごい。確かにちょっと感動もんやな。この上を今年の末から電車が走りっていくってことですよね。そうですね、令和5年の末ということになりますので、駅が完成したら、はい、この辺はどういう使い方なんですか。ここはもうあの一般の利用者は降りてこれませんので、はいはい、あのあそこの先ほどのところでストップになります。あで、こんな駅の線路が見えるということはまずないと思います、はい、あの北大阪急行の駅はすべてホーム柵がありますよね、はい、転落防止用の、はいはい、ホーム柵が多分ここら辺の高さまであるんですよね、はい、だからホームから線路っていうのは見えないと思うんですよ、うん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 、その見えない線路を今日はここまで降りてきて見えるというふうな状況にはなっています。嬉しい、ちょっと感動ですよ、はい、これすごい、すごいわ。レールがね、こう1、2、3つあるじゃないですか、はい、普通レール2つでいいんですけれども、はい、あの3つ目のレールからサードレールっていうんですけれども、はい、地下鉄の電車はあそこから電気を受給して走るというのが、じゃあ大事な、そうですそうです、うん、普通他の阪急電鉄とかね、はい、他の電鉄だら頭の上にこのパンタグラフっていうのを乗ってて、うん、上の、ね、電線から電線から、ね、そういうのはないんですよ。あ、地下鉄がメトロ線も全部こういう横になってるんですか。そうです、知らんかった。これちょっと嬉しすぎません。すごいですよね、本当に。この感動よ、これは。またいのもでも全然いいです。じゃあまたぐ、はい、よいしょ。うわ、すげえ。電車になった気分や。大丈夫ですね、うん、僕ら電車や。電車になった気分や。僕ら電車やすごいな。すごいしょうもないから、しょうもないから、僕ら電車やこっち感動してんのにしょうもないこと言ってた。ちょっと邪魔せんといて、こっち今感動してんねや。僕ら電車や。分かったから、ちょっと邪魔すな、邪魔すな、今こっち集中したい。こうなってるね。スマイルさん、今日どうでしたか。どうでした、もう何もこんな貴重な体験できた、最高ですよ。最高でした、これすごい。これだって箕面市の素敵な観光地も紹介していただきましたしね。しかもますますだって便利な箕面市に来られる方が増えるでしょうし、新しい駅が開業された時にまたぜひ来たいですね。またぜひ箕面市に遊びに来てください。わかりました、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。なんでここでエンディングもうちょいちゃんとした場所で撮ろうよ。まだやってないしょうもないこと。